線は古い規制となっております。本日の機器を本日で消しておいてください。マイユーバス乗車券は乗車時につき、さて、マイユーバスに乗車しまして、いよいよですね、五台山の方へと向かってまいります。まあ、このバス自体は桂浜まで向かうやつなんですけれども、まあ、私はですね、五台山までしか、まあ、一応乗車できる権利はないので、まあ、五台山まで向かおうかなと思います。まあ、ただですね、この五台山、まあ、山なので、当然ですね、この高知の中心エリアからはちょっと外れていきまして、このですね、自然豊かなエリアへと入っていくというわけです。まあちょっとですね、所要時間はかかりますが、まあ、言うてそこまでは長くないですね。この五台山、まあ、結構自然豊かでいいところなんですけれども、まあ、後ほど紹介いたします牧野植物園、まあ、この牧野富太郎という人物ですね。こちらの人物がですね、この五台山にこの植物園自らのですね、功績を、まあ、後世に伝える植物園を作ってほしいと、まあ、それだけですね、やはりこの五台山が良いところであるということが分かりますよね。さて、やはりですね、このバスすごい勢いでこのですね、五台山の山道をですね、登っていきます。バスで山道を登るっていうのは、まあ、それは歩きとか自転車で越えるよりも楽ちんではあるんですけれども、なんかバスで山を登るとき特有のなんかこうハードさっていうのがありますよね。まだ結構五台山訪れる方が多かったんですよね。このように前にはですね、車の行列、まあ、渋滞ってほどでもなかったんですけれども、車の行列ができていました。しばらく乗車しまして、この竹林寺前というですね、バス停で私は下車しました。ちなみにこの辺りはですね、このマイユーバスのフリー乗降区間だそうです。まあ、私そんなにこのフリー乗降区間の恩恵を受けなかったですけどね。さて、竹林寺を訪れます。この時はですね、1月2日なので、やはりですね、初詣にいらっしゃっている方が多かった印象。このですね、立派な門松が私たちをですね、出迎えてくれています。なかなかですね、いい森林浴ができそうな良い参道ですよね。このですね、木漏れ日がとても暖かな雰囲気で、歩いていてとても良い道がずっと続いています。そしてこの道をですね、歩いていった先に、まあ、ここに至るというわけですね。この時はですね、まあ、新年のご祈祷がすごい行われていまして、まあ、やっぱりですね、多くの方がこの竹林寺ですね、初詣にいらっしゃってるということがよくわかります。どうやらですね、四国霊場の第31番がこちらだそうですね。ご本尊の知恵の文殊大菩薩ですかね、こちらがいらっしゃるそうです。まあ、結構すごいところですよね。さて、マハ、前日に初詣しましたけれども、まあ詣るのはですね、やっぱり何回してもいいことですからね。まあ、しっかりとご挨拶させていただきまして、続いて私が訪れましたのがこちらの五重の塔。この五重の塔もなかなか見どころだそうですね。かつてはどうやら三重の塔もあったとか、まあ、ただ今はですね、まあ、この五重の塔のみとなっているそうです。この朱塗りの建物がなかなか立派ですごいです。こちらのですね、建物に圧倒されましたら、まあ、ぼちぼちこの竹林寺を出まして、いよいよ、まあ、この五台山はですね、もともと牧野植物園を訪れるために、まあ、来たわけですから、まあ入ろうかなと思います。にしても危なかった。年末年始1月1日までお休みだったようですね。まあ、この日は1月2日、まあ、つまりその年最初の営業日だったわけなんですね。危なかった。この牧野植物園、広さはですね、8ヘクタールほどありまして、結構広大です。入場料金、一般は730円なんですけれども、今回、マイユーバスの乗車券を提示したおかげで、団体料金630円が適用されました。100円割引が効いたというわけですね。これはでかい。チケットには、この牧野富太郎の笑顔がありました。さて、このですね、牧野植物園。
ちらの入り口からは温室がまず最初にスタート地点といいますか最初の部屋となります。早速入っていきましょう。さてこちらの植物園はですね、日本における植物分類学の父牧野富太郎のですね、功績といいますか、彼はですね生涯にわたってなんと1500種類以上の植物に名前を付けたという、そういうすごい実績を持っている方なんですけれども、そんな牧野富太郎のですね方にゆかりのある植物がですね数多くこちらのですね植物園には生息しています。どちらかというとこの中にあるのは乾燥地の植物だそうですね。どれも同じ仲間とは思えないようなコレクションがこの中にはひしめき合っています。たくさんのですね植物があるわけなんですけれども、当然全てに名前がついているというわけです。一応この植物園の紹介においてキーポイントといいますかキーワードとなるのは全ての植物に名前があるということですね。本当にこの植物園にはたくさんの植物が生息しているわけなんですけれども、全部名前があると。これはですね、最後の方でも一応ですね、キーワードとして紹介をさせていただきますが、やっぱりですね植物というのはなんかこう日頃何気なく見るものっていうようなそういう印象が強いんですけれども、それ何気なく見る植物にもやはり、そしてですねこういう綺麗な植物にも名前はちゃんとあるというわけですね。それはですねやはり植物分類学の父であります、そしてですね高知県佐川の出身でもある牧野富太郎の人生の、そして功績をもって我々にですね示してくれているものです。ちなみにこの牧野富太郎という人物は2023年の夏季の朝ドラ「らんまん」に登場する主人公のですね万太郎のモデルとなった人物です。これ結構有名な話なんですけれども、なのでこの「らんまん」に登場する万太郎の人生がもうニアリーイコールこの牧野富太郎の人生ということなので、今回の動画にて、牧野富太郎という人物の人生について紹介するのは本当にもう簡単にとさせていただきますが、ただですねこの生涯にわたって牧野富太郎がですね、関わり続けてきた植物たちがですねこのひしめき合っている様子を、今回は、リアルにお届けすることができればと思います。いやなんか結構多くの方が訪れていた印象ですね。やっぱりこの時はですね3ヶ月後ぐらいにらんまんの放送の開始を控えていたタイミングだったので、やっぱり注目はされていたんじゃないでしょうかね。ちなみにこの辺りはですね、竹林寺が近いエリアですし、まずそもそもですねこの植物園自体がもともとはですね竹林寺があったエリアといいますか、竹林寺の敷地を一部含んでいたわけですから、やっぱりですねそれだけこの竹林寺の鐘の音はですねよく聞こえてくるんですよね。この植物のですね、この南国ゾーンといいますかこちらのですねゾーンの音をやはり聞きながらでも聞こえてくるのがこの鐘の音。さてこちらがですねジャングルゾーンですね。こういったですね、ジャングルに生息する植物をですね、たくさん確認することができます。なかなか綺麗な植物がですね、締めき合っていて、でも逆に言うと、これらをですね、すべて関わってきたといいますか、その植物分類学の、研究の過程ですべて関わってきたですね、その牧野富太郎の、その経歴の凄さといいますか、そういったところをですね、気づかせてくれます。さてぼちぼち出ましょうか。さてここでですねこの植物園について紹介させていただきます。まずですねこの植物園自体はですね1958年に開園されたようです。この絵はですね開園50周年の記念庭園なんですね。ちなみにこの牧野植物園はこの辺り、南園から始まったようですね。先ほども紹介したように
竹林寺の境内であったように、まあ、古い石垣とか参道とか、まあ、そういったですね、まあ、起伏に富んだ地形があったようなんですけれども、それにうまく調和するように造園がなされたようですね。1956年にですね、この五台山に植物園がですねできるという話がですね、まあ、発表されたようなんですけれども、一応ですね1957年にこの牧野植物園の、まあ、牧野の名で有名な牧野富太郎という人物はですね、まあ、この植物園の、まあ、開園を本当にですね控えたタイミングで亡くなりました、まあ、ただですねやっぱり、まあ、これは想像の話なんですけれども、まあ、どんどんとですね自分の名を取った植物園ができていく様子を見て、まあ、安心していたんじゃないかなとは思いますよね。そしてですねこうやって見ると本当にたくさんの方が訪れてるんですね。もう駐車場もすごい埋まってますし、バスもですねやっぱりやってきてるというわけですね。さてこちらがですねもう片方のこの牧野植物園の入り口、なんかこっちの方が出入り口感がありますよね。たくさんの植物がこちらでもひしめき合っておりまして、なんか我々を迎え入れてくれる感じがします。やはりこの南国土佐はですね四国山地から黒潮の打ち寄せるような、まあ、温暖な気候がありまして、まあ、その温暖な気候によって、まあ、生息している、まあ、そういう植物をですね、まあ、この植物園ではやはり見ることができるようなそんな感じになっています。まあこの牧野富太郎という人物もこの南国土佐のですね植物を見て育ち、そしてですねたくさん研究も重ね、このような経歴を歩んできたわけですから、まあ、やっぱり単純にですねこの土佐の植物というのは面白いということがわかりますよね。あ、これはあれですね、朝ドラのモデルになったよっていう、そういうやつですね。放送3ヶ月前の段階でしたから、この時はなかなか注目されていましたよね。まあ、この辺りはですねそういった牧野富太郎の経歴というのをですね確認できるような、そういったですね、まあ、資料館エリアが続いているゾーンなんですけれども、そういうゾーンのですねもうこの屋外エリアにしても、こういうですねこう建造物の隙間にこういうですねなんかこう牧野富太郎が、まあ、今までですね研究とかで関わってきた、まあ、ゆかりのある植物がですね随所に植えられていまして、すごいよく上手にですね取り合わされているなというような印象を受けました。なんかこう元気さっていうかな、植物が生き生きとしているようなそういった感じがしますよね。まあ冬なのでちょっと枯れてるものもあるんですけれども、まあ、春になるとまた生き生きとしている様子を確認できるでしょう。まあこの五台山山ですからね、山からですねこのように見下ろすようにこのようにですね街中の景色を眺めることもできますと。そしてこういうところにも植物があると。さて先ほども申し上げたようにこの辺りはどちらかというと牧野富太郎という人物の、まあ、経歴やですね実績にスポットライトを当てた資料館的な機能がですねたくさんありますので、そこをですね、まあ、今回はこうやって紹介させていただきます。まあ、普通に撮影も OK なエリアなので、まあ、こちらもこうやって紹介させていただきます。この牧野富太郎という人物は植物図鑑をですねたくさん作られたんですけれども、こちらはですねその植物図鑑に載せられているイラスト類なんかをですね紹介しています。まあ、このようにですね葉っぱのこの詳細ですとか、あとはこの花びらの形とか、あとはこの花弁のですね生き生きとした感じとか、そういったところをですねもう事細かにこのイラストで表現されています。いや本当に分かりやすいですよね。まあ、これは、まあ、正直、まあ、私結構この朝ドラのランマンも見てたんですけれども、劇中でイラストが登場するたびに毎回思ってましたね。いやなかなかすごいいい絵だなって。これはどちらかというとその解剖した絵ですね、より分かりやすいです。これはあれですね牧野富太郎の、まあ、人生に関するパネルエリア。まあ、若い時はですねやはり学者として、
まあ、結構ですね、研究室に入り浸りながらたくさん研究をしていたというような、そういった人生です。そしてですね、年を重ねるにつれ徐々にですね、この植物の学問が日本中に広がっていきまして、そしてやがて、まあその家族がですね、新しく、まあ、生まれては妻が亡くなったりとか、そういったですね、まあ人生もありましたけれども、まあ、最終的には自らのですね、好きな植物がですね、どんどんとこう知識が普及していきまして、まあ、なんだかんだこう幸せな人生の終わり方をですね、迎えることができたんじゃないかなと、まあ、少なくともこの笑顔を見てるとやっぱり思いますよね。生涯を通してこの植物に対する情熱は尽きることなく、もうずっと研究を続けていったと。この五代さんに植物園がですね、まあ、自らの名前を取った植物園ができるのをすごい待っていたようですね。まあ、残念ながら見ることはできなかったんですけれども、まあ、ただやっぱりこう自らのですね、経歴をもうずっともう永続的にこうやってですね、伝えられるような植物園が今までずっとあるわけですから、そういった意味ではやっぱりですね、富太郎としてもすごいですね、光栄なものだったのかもしれないですよね。こちらはですね、そんな牧野富太郎のですね、そういう飽くなき探求心がよく現れているパネルです。すごいですね。より詳しく事細かなものにしようと、こうやって赤字が添えられています。これもまたやはりですね、この図鑑をですね、より良いものにしていこうと、そういったものの表れですよね。本当にですね、こういう努力をですね、怠らずにやっていたそうです。まあ一応ですね、さまざまな寄せられてきた質問などにも答えつつ、そしてですね、植物を学ぶ楽しさというのを伝えながら、最終的にこの図鑑のですね、作成に至り、そして完成したというわけです。さて、そんな牧野富太郎の、まあ、像がこちらにあります。まあ、これはですね、先ほど最初に入った、まあ、入園の、まあ、その入園口っていうかなの近くなんですけれども、こちらに像があります。まあ、今回の訪問を通して分かったのが、まあ人生を通して一つの好きなことを極めるっていうのはですね、まあなかなか大変なことではあるんですけれども、まあ、最終的にこういうですね、まあ、大きな成果物に至ることだってあるわけですから、まあ、なんかこう私は何ですかね、まあ、旅行とかですかね、まあ一応、まあ、私の本職は全然旅行関係ないんですけれども、まあ一つのことをですね、極めていくのもやはり大事であると分かりました。さて、まあ、こういった結論をつけたところで、最後にですね、まあ、先ほども申し上げましたこちらのワードを紹介。これは七仕草という植物は一本もないという牧野富太郎の名言です。本当にその通りですね。まあ、ただ一方で現状まだ名前が付けられていない草だってなんかあるでしょうから、それはですね、現在のこの植物学者の方に頑張っていただきましょう。さて、五代さんはですね、一応、まあ、山ですからね、まあ、山のですね、絶景というのも当然あるはずです。まあ、なのでそういう絶景をですね、こう一望できそうな、まあ、そういったところがですね、あるようなので、最後にこちらを訪れてから五代さんを降りようかなと思います。どうやら最近この展望デッキができたみたい。この五代山公園というところに展望デッキができたようなので、こちらからですね、まあ結構もう西日もですね、まあ落ちてきまして、まあ西日からもう本当に夕日のですね、綺麗な景色に変わろうとしていますので、こちらを眺めてから降りようかなと思ったわけですね。ここの景色結構良かったです。それがこちら、すごい開け方ですよね。いや、ここの景色は本当に来てよかった。こちらに行きますと海、そしてこちらを眺めますとこの四国ではですね、結構栄えております高知市の街並みを確認することができます。結構高知市の中心街から離れたんだなと実感しましたね。まあ、それだけバスってやっぱ便利なんだなと
という実感を持つことができました。いや、この展望デッキはすごい。まあ、一応手前にちょっと植物がですねあって、まあ、それがちょっとまあ何て言うかな、こう眺める際に若干ですねかぶってしまってる節はありますが、ただそれを抜きにしてもまあすごいこの景色の開け方。ここまで来た価値がありましたね。存分にこの景色を眺めてから、いやー楽しかったという満足な気持ちを持って五代さんをこれから私は降ります。いや、いい時間の使い方しましたね。まあ、もともと私高知でこれをしたいとかあまり考えずに高知に来ちゃったので、まあ、ちょっとうまく観光できるかなという懸念はあったんですけれども、まあ、最終的にこのようなたくさんの学びを得られたので大満足です。ちなみに五代山のこの山頂のあたりはですね、このように結構観光といいますか見どころが充実していて、またですねシーズンによっては紅葉ですとか、また逆に桜とか、非常に目でですね見ても楽しいような、そういったところもたくさんあるようなので、また違ったシーズンに来てみたいですね。先ほど私が訪れた牧野植物園だって、違う季節に来ればまた違った草花がですね生い茂ってるでしょうから、またいいんでしょうね。まあ、ただこちらの五代山、こちらの五代山に来るバスはですね結構最終が早いので、まあ、そこは注意ですよね。まあそもそも観光地を走っている公共交通手段って基本的に、まあ、その宿泊者がですね、まあ、結構早い時間にホテルにチェックインするという前提でいろいろ考えられてますので、まあ、そういう意味では結構このようにですね最終が早くなるっていうのはあるあるっちゃあるあるなんですけれどもね。まあ私がですね乗ったバスも確かこれ最終だった気がしますね。危ない危ない。こちらに乗車しまして、そしてですね高知市内のですね中心エリアへと戻ってまいります。最終ではなかったかな、もう1本か2本ぐらいは残っていたか。こちらにですねしばらく揺られていますと、じきにですね高知市の中心エリア、そちらの方にたどり着くことができました。一応この後はですね、まあ、可能だったら高知市のですねご当地菓子パン、帽子パンなんかを買いたいななんて考えていたんですけれども、まあ、この時間から買うのは難しいかなと、まあ、そういう感じではありました。このようにですね夕日をですね左に眺めながらこのバスに揺られています。時間やっぱりなんかこうエモい感じがしていいですよね。まあこうやってですね自然と並走したりとか、そしてですねこう横に乗用車や観光バス、そういったものをですね眺めることができるようになりますと、やはりですね高知市の中心エリアへと戻ってきたなと、そういう実感を持つことができます。あちらにありますのは播磨屋橋ですね。高知市のですね非常に有名なランドマークの一つですね。その播磨屋橋のすぐ近くにあります北播磨屋橋のバス停で私は下車しました。マイユーバスは本日これにて使用は終了です。まあもう本数もそんな残ってないですし、まあ、帽子パンも残念ながら買えなかったので、この後はですねとっとと広め市場で晩ご飯、晩ご飯はこちら結構豪華に食べることができちゃいましたね。カツオのたたき定食プラスサバの押し寿司ですね。これすごいことにですねマイユーバスの乗車券の特典として、こちらのですねセットを購入したお店では1000円以上食事を注文するとなんとビールが無料でついてくるんですよね。これはかなりありがたい。このビール無料でいただくことができました。いやもうこの広め市場で飲む酒ってなんでこんな特別感があるんでしょうね。本当に美味しい。酒とともにいただくのはこちらの高知名物カツオのたたき。いやそれはうまいわな、この笑顔ですからね。さてこちらはですねスルメのキムチだったかな。ちょっとこちらに関してちょっと裏話がありますので後ほど紹介させていただきます。実を言うとこれ実はもらい物です。
すみません、ちょっと事後報告なんですけれども、今ちょっと広め市場で私お食事しているところをですね、お見せしたじゃないですか。でその時ですね、私今回ちょっと混雑してたので相席させていただいたんですけれども、相席の真ん前の方からなんかいっぱいいただいてしまいました。本当に本当にもうありがとうございますね。本当、いや、ちょっと普通は謙遜とかいろいろしちゃいたくなりますけど、いかんせん金ない旅っていうコンセプトですから、一応ですね、今ビール缶ビール買い足しまして、ちょっとこの後ちょっとバス移動なんで、これ食べながら移動して、割り箸忘れたわ。ごめんってなんか表示されてましたね一体何に謝ってるのやら。それはごめんって地名を表してるわけなんですけど、これ実際のところは、そんな気になさらずにと、そんなことを思いながら私はですね、整理券を入れ忘れました。それはさておき、電鉄ターミナルビル前の電停まで移動しました。こちらのすぐ近くに播磨屋橋のバス停がありまして、こちらからですね、この松山市行きのバスへと乗っていこうかなと思うわけですね。なんか鳴っておる。これは18時半の鐘の音ですね。そういえば紹介していなかったですね、この高知県はですね、ソレイケアンパンマンの作者で有名な柳瀬隆先生の出身県でもあります。一応この柳瀬隆先生はですね、一応その、奥さんとともに来年のですね、秋からスタートする朝ドラにですね、一応モチーフの人物として、一応ピックアップされる予定ではありますので、またこの高知がですね、朝ドラの聖地として注目される日も割とすぐ近くであるというわけですね。さてこの播磨屋橋のバス停でしばらく待っておりますと、直にですね、松山市へ移動することができる高速バスがやってきました。こちらのバスに乗りまして、松山市駅とか、あとはですね、JR 松山駅まで移動するわけではないんですけれども、松山市方面へと向かおうかなと思います。一応本日はですね、松山市にあるネットカフェを利用する予定なんですけれども、そのネットカフェに一番近いバス停まで乗っていこうかなというわけです。といってもその最寄りバス停からネカフェまで 2.5 キロぐらいあるんですけどね。さてこれはですね、先ほどそのもらったおつまみ類ですね。本当にもうありがとうございますね。もう今こうやってですね、食べてるところ、そしてこのおつまみをですね、見ながら一応こうやって私は音声撮ってるわけなんですけれども、当時のですね、思い出がこうクリアに蘇ってくる感じがします。いや、このトコブシのですね、煮たやつも本当に美味しかったですね。お酒ともすごい相性が良くて、なかなかこういうですね、おつまみのチョイスはなんか私はあんまりしないので、このクジラの刺身とかもあんまり食べたことがなかったので、あのおじさんに出会えたからこそいただくことができた美味っていうわけですから、これもですね、旅における一期一会、そんなことを考えながら私はですね、クジラの刺身をいただきます。ちなみに醤油をもらい忘れました。これはなんかうっかりミスでしたね。ただ醤油なかったおかげで、このクジラ刺しのナチュラルな美味しさっていうのが分かりましたね。醤油なしでも案外美味しかった。あった方がより美味しかったんでしょうけれども、当然ビールとの相性は抜群です。いや、あのおじさん、ちょっと裏話させていただくと、一応ですね、この広め市場に行っては私のようなですね、観光客とかにこういうですね、おつまみをご馳走してあげるっていうことをですね、割と日常茶飯事としているような、そういった方だそうです。実際に私の他にもですね、すぐ近くに行った女性2人組にもですね、おつまみをなんかこうおごってあげているようでして、なんかもう本当にですね、サンタさんみたいな方でした。あのおじさんどうですかね、元気に
今もですね、なんかおつまみとかおごってるんですかね。どうなんでしょう、まああれ以降、まあ、当然会ったことはないので分かりませんけれども、まあ、元気になさっていればオールオーケーです。私としてはですね、このスルメキムチがすごい大当たりだったんですよね。スルメをキムチにしたっていうのがなかなか斬新といいますか、今までになかった感じがしたので、またすごいお酒との相性も抜群でしたし、本当に良かった。個人的に広め市場にまた来た時に、なんか今度は自分で買いたいなと思いましたね。日本縦断旅行シリーズにおける思い出の味、まあ、特にすごい思い出に残った味の一つです。結構ですね、いいおつまみが3品続いたおかげで、ぶっちゃけビール1缶ではちょっと足りませんでした。もう1缶買ってもよかった、まあ、これ1本120円しないぐらいですから、ビール120円はしたか130円しないぐらいか。食べ終えたところで満足した症状で、まあ、私はなんかぼーっとしてたんですかね。この時はしている最中もこのバスは松山市方面へと進んでいきます。私はですね、前日に琴平からこの高知まで向かったわけなんですけれども、その時のルートと割と近いルートでこの松山へと向かっていたような、そういう印象でしたね。途中ですね、新居浜とかそういったあたりを通って松山へと向かっている様子でした。さて、しばらく乗車しまして、私は完全にネムネムさんモード。まあ、天山橋の到着はですね、まあ、一応私は天山橋というですね、まあ、バス停で下車する予定なんですけれども、こちらの到着はですね、夜9時半ぐらいになっていたんじゃなかったかな。まあ、なので結構もう着いたらもうメカフェまで移動してすぐ睡眠ぐらいの、そういう勢いです。まあ、結構進みましたけれども、実はですね、四国の林県への移動って結構大変なんですよね。こうまっすぐにビャーって行けないのが実情なんですよね。四国をですね、周遊旅行する方、そこは本当に注意なので理解していただきたいです。まあ、そういった事実をですね、この時も私は結構噛みしめつつ、まもなくですね、天山橋のバス停に到着です。停車ボタンも押したので本当にもうすぐ到着しました。この JR 四国バスにですね、別れを告げまして、到着しましたのが、このですね、たくさんの乗用車がですね、通っております。まあ、先ほどもですね、私がアナウンスしましたように天山橋のバス停です。こちらのバス停からですね、だいたい 2.5 キロぐらい歩いた先にネットカフェコミックバスターがありまして、本日はこちらを利用する予定です。初めてコミックバスターを使いますね。私いつも私は快活か自由空間しか使ってないので、コミックバスターを初めて、楽しみですね。なんかいろいろソフトクリームなんかイチゴとかそういうフレーバーもあるみたいだし、ポップコーンなんかもあるらしい。道中ですね、ローソンに寄って本日の写真を印刷しまして、まあ、ちなみに出力したのは先ほど私がいただいたカツオのたたきとかお酒とかのですね、あのお盆に乗った料理たちの写真なんですけれども、それを出力して、そしてですね、コミックバスターに到着です。なんかすごい、インターネットコミックカフェカラオケと、なんかこの一軒ですごい楽しめそう。またこの無料カレーライス食べ放題っていうのもあって、明日の朝食はこれにしようかなと決めました。またこのフリータイムが結構安いですよね。本日はですね、 PC なしのブースを利用します。まあ、ただ私はですね、まず入会金も払ってないので、今回入会金から払いました。さて、チェックイン手続きを終えまして、こちらが私の本日のねじろう。もうあらかじめこのブース内にこうやってですね、かけるやつが置かれていました。まあ、確かにこうやって PC はないですけれども、まあスマホがあるんで十分です。というわけで本日の工程は終了です。こちらがですね、店内で提供されてましたソフトクリームと、あとキャラメルのポップコーン。なんか東方シネマズみたいですね。そしてこちらコーラ、余計に東方シネマズっぽい。
さて本日のですね出費はこちら、マイユーバスを使ったり広め市場で美味しいものを食べたりしまして、まあ、おつまみ3種もらったりしまして、最終的に本日使ったのはこちらの6299円。すごいいいお金の使い方しましたよね。また高速バスもですね楽天トラベルのクーポンを使って予約したので安く上がりました。1000円で済みました。さて明日の朝はですねこのカレーライス食べ放題を利用した後道後温泉なんかを回ろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。